皆さんこんにちは、ぷっくるです。いつもご覧いただいてありがとうございます。今日はかっくん883の主催するツーリング、もともとこの前日に開催される予定だったのが雨天のため順延されて、急遽自分も参加させていただくことになりました。なお今回の参加者はかっくん883、なみこいさん、しゅんくん、ゼロ東さん、かっくん883のお知り合いのゆうちゃん、しゅんくんのお知り合いのわいのさん、自分の7名です。ともあれ、待ち合わせの泉初賀野から松尾さんのうどんを通って外間を越えて国道480号線へと進み、いつもの花の森の横を通りつつ和歌山方面へと向かいました。これは譲ってくれはったんですかね、かもわかんないんですね。そうですね、どうやら。これ山道のね、はい、道路の縦の線ありますやんか。こういうの嫌がる人って結構多いでしょ。そうですね。これね、僕これをなんで嫌がるか全然意味が分からへんかったんですよ。はい。これ12ヶ月点検してもらった時に、はい、アドレス載ってたんですけど、はい、あれで一回滝畑の方行ってみて、ね、その時にやっと意味分かりましたね、はい、なんかタイヤの太さによっては溝でハンドルが取られるような感じになるんですね、どうやら。あ、なんか一本一本と横にずれていくような感覚になるんですよ。あ、はいはい、はあ、それでやっと分かりましたね。今遊んでるけどガソリンの無駄遣いっていうね後ろにさっきの川崎のグリーンのバイクの方がついていますねなんか肌から見たら8人ですよ、これ。おー、すごいですね、やっぱりバイク皆さん結構と、こんな感じで和歌山へと向かいつつ、ここにさんでやる給油のため、桂木町あたりでスタンドに。寄らないですね。あ、はいはい。でもガソリン入れる人がいるんやったらこの辺りで入れた方がいいと思いますよね。そうですね。ねえ、これを超えてしまうともう。あ、全然曲がります。はい。紀の川を渡って国道480号線を高野山方面へと進んで。止まります。はいはい。大門曲がるじゃないですか。曲がったら右側にガソリンスタンドあるんですよ。うん、あ、高野町の中ですか。高野町の中の、はい、はいはいはい、あそこで行きましょうか。はい。お、エリーゼですね。おお、すごい。やっぱり高野山ああいう車多いですよね。ですね。ね、バイクばかりではなく。半日のエリーゼみたいですね。いや、結構みんな飛ばすな。でも前の車もすごいですね、このペース。いや、意外と60キロでずっと走ってありますよ。あ、そんなもんですかね。はい、そんなに飛ばせなさそうな感じですね。あ、そうですか。これね、観光バスが入ったら一気にちょっと遅なるんでしょうね。そうですね。ね、もう一気に遅なったらもう20キロペースでしょうね。はい。20キロも出てないかもわかんないですもんね。うん、この前鉄猫さんと行った時がそんな感じだったんですよ。そうですね。はい。あれ譲ってもらったんですよね、一回。あ、そうですそうです。ね、上り坂で譲ってましたもんね。はい、今日はせっかくなのでこの前交換したタイヤを少し端の方まで皮むきを意識して走ることに。
手までやってきました。7人もの大人数で高野山に来たのは初めてです。黄色い小さな車はもう先行ったんですね。そうです、頑張ってありますね、自転車の人も。ああそうですね、はい、あこれここで自転車がなかったらもしかしたらバスが行かせてくれてたかもしれないですね今。あそうですね、はあ、これはまあ自転車屋さんすごい遅いけどこんなもう僕らとても用の子なんですねガソリンスタンドまで7キロですね。はい、待機じゃったのに、もうどうやらバス行きますねこのまま、はい、心優しいバスの運転手じゃなかったってねまあこの時間もう先行ってもらってたらもうキリないんかもしれないですね。あそうですね、後ろからずっと来ますもんね、はい、何もでも来ますから、うん、これところでこのゼファーの人、ゼファーってこれ何 cc なんですか。あ400です。400、はい、なんか後ろのタイヤえらい太く見えますね。なんかあ、多分変えてますよね。あ、そうですか、これ。はい。変えてるんですかね。どうなんでしょう。なかなか強烈な太さに見えます。ねえ。なんか教習所行ってるみたいな感覚で、はい、ゆっくりなペースで。そうですね、なんかこれはこういう訓練かと思います。ですよね、はい、ある意味試練ですよね、はい、いかに低速で足つかずにずっと維持できるかとかそうですね、そういう修行やらされてるみたいな感じですよね、はい。もうスピードで、はい、もう下りやったら自転車の方が速いかもしれないですね。そうですね、ゴ、はい、ーって聞こえてますけど、はい、ゼファーさんです。ですよね、はい、
てあったんですね。はい、そうみたいですね、これ。これはなかなか大変なことに。帰り寄ります。はい。が出てきましたね。あ、本当ですね。まあ気温は意外と高いんでしょうかね。じゃあそうですね、そうなってくるとそんなにほど寒くないですね、今のところ。そうですね、まだ寒くはないですね、はい、あ、この YG 出てきたか。もう大門もすぐそばですね、はい、あ、なるほど、スカイラインにはもう直進してくれていうことですね。そうですね、はい。しかしガソリンスタンドに行きたい人がいるんですよね。そうですね、はい、僕もあと2メモリになってます。ああ、そうですか。それはもう、はい、ああ、この辺まで登ってきても紅葉にはまだちょっと早いですね、やっぱり。そうですね、ああ、まだ全然落ち葉とかもあんまりないし、はい、紅葉の形が見当たらないですね。まだ緑です、葉っぱは。あ、もみじは一応出てますね。はい、色づいてるやつは色づいてるんですけど。大門のところに入ります。はい、あ、意外と空いてるですね。まあ、でも思ったほどまだ寒くないですよね。あ、そうなんです、ちょっとあれ、そうギリギリだったんですけどね。と、こんな感じで金剛無事大門のところでしばし休憩&給油となりました。この時点で時刻は9時45分頃だったのですが、さすがにバイクも車も多くなってきました。どうぞ。今日のやつで、はい、行きます。OK です。